堀さんの方から被告団と弁護団の声明という形でいいものを言ってもらえたらと思います。お願いします。どうも皆さんご苦労様でした。事務局長の永井弁護士の、ね、和解条項の説明がありましたけれども、和解条項っていうのは、ね、こう厳しいやり取りの結果なんでね、なかなかよくわからないっていう面もね、あるかと思うんです。でそこでね、このサービス書がそもそもどういう裁判だったのか、ね、そして今日の和解が、どういう経過で、そしてどういう内容を持ってどう評価すればいいのかということを、被告団と弁護団の声明という形でね、文章にまとめました。これ一つの言葉についてですね、いろんな意見が出ましてね、この今日お配りしている最終案が確定したのは今朝の9時半ですね。長井事務局長の中で来たら9時半、ね、ギリギリまで言葉をね、いろいろ議論をしてきたという内容をまず読み上げたいと思います。声明、中国電力によるスラップ訴訟の勝利的和解について2016年8月30日上関原発阻止被告団弁護団、本日山口地裁において中国電力によるスラップ訴訟同括訴訟の和解が成立し、2009年12月に提訴されて以来6年8ヶ月に及ぶ訴訟が終了しました。成立した和解は中国電力が被告ら4人に対する損害賠償請求権を全額放棄し、将来埋め立てが再開された場合にも被告らの表現行為を尊重するというもので、勝訴判決に匹敵する勝利的和解です。中国電力は上関原発に反対して抗議行動に立ち上がった岩井島島民を含む市民4人を被告にしてこの訴訟を提起し、4792万320円という多額の賠償金の支払いを求めました。中国電力はこの訴訟で私たちの抗議行動を工事に対する妨害行為であると主張しておりました。それに対して私たちは、抗議行動は暮らしや命を守るために行った表現の自由に基づく正当な行為であって、この訴訟は上関原発反対の声を押し殺すことが目的のスラップ訴訟であると訴えて裁判を戦いました。裁判を通じて中国電力は4人の具体的な行動がどのように工事を妨害したのか立証できませんでした。また被告らに請求した約4800万円ものカッコ付き損害が実際に発生していたのかどうかの根拠を示すこともできませんでした。この訴訟がまさに反対運動を押さえつけるために提出されたものに過ぎないことが明らかになり、さらに裁判を重ねるごとに傍聴希望者や支援者が増える状況の中で、中国電力が賠償金の請求を放棄するという前提で和解条件が検討されてきました。こうしたスラップ訴訟の特質とこれまでの裁判の経過を踏まえ、私たちは次の3つの目標を掲げて和解協議を戦いました。 1. 賠償金の支払い請求を全額放棄させる。 2. 裁判対応の負担を早期に終わらせる。3. 上関原発反対運動における正当な表現行為を守る。この3つの目標に照らして本日の和解は次のような内容になっています。第一の賠償金については中国電力に損害賠償請求権を全額放棄させました。第二の裁判対応の負担については判決だと最高裁と裁判が続きます。しかし和解の場合裁判は終了しますので、これ以上の裁判対応は不要です。第3の今後の上関原発反対運動については、中国電力は私たちが一切の表現行動について何らの制約を受けないことを相互に確認すると認めざるを得ませんでした。逆に私たち反対運動の側は法律を守って行動するという法治国家における当然のことを確認しただけで、
反対運動は何らの制約を受けませんでした。私たちがこの和解を勝訴判決に匹敵する勝利的和解だと評価するのはこうした理由からです。一方、上関原発建設に向け中国電力は山口県知事に対し埋め立て期限の延長を申請していましたが、先日山口県知事は上関原発が建設可能になるかどうか不透明であるにもかかわらず、不当にも中国電力の申請を認め埋め立て期限を延長しました。福島原発事故の悲惨な歴史的経験にもかかわらず、国は相変わらず原発政策を推進しようとしています。停止中の原発再稼働ばかりか、上関原発の新設についても国は計画の中止を明言していません。そうした中で山口県知事が今回埋め立て期限延長を認めたことに対して、私たちは最大限の抗議をします。原発の危険性は311の原発事故で現実のものとなったのであり、原発の新設を前提とした埋め立てを許す余地はありません。私たちは本日の勝利的和解の成果を踏まえ、上関原発計画を正式に中止させ、国の原発推進政策を転換させるまで戦い続けます。また同じようなスラップ訴訟が起こされないように尽力します。皆様方のこれまでと変わらぬご支援ご協力を心からお願いいたします。中心メンバーのこの4人をくじけさせる、同時にね、そのくじけた姿をね、天下に見せつけて、そして上関原発反対運動がね、尻すぼみになっていくことを狙ったんです。それがスラップ訴訟なんですよね。ところがどうですか、皆さん方ね、毎回傍聴にお見えになるだけではなくて、後半に行けば行くほどね、皆さん方の支援の輪をね、広げていただいたじゃないですか、ね。上関原発を抑えつけようと思ってスラップ訴訟を起こしたところが、ますますその反対の声がね、大きくなった。そのことを中国電力はこの裁判で目の前で見せつけられたわけですよ。そして裁判官が目の前でね、何が正しいのかというのをね、無言の皆さん方がね、熱気の中で感じざるを得なかった。二つ目の要因はね、やっぱり皆さん方の支援運動のね、やっぱり輪が大きく広がった。そのことが、ね、決定的な影響を及ぼしたというふうに思います。で、3つ目はね、ちょっと付け加えさせていただきますとね、そういう元被告らと、それから支援の皆さん方の頑張りに押されてね、ちょっと弁護団頑張ったかなはね、そう簡単じゃないぞという社会情勢は一方ではあるけれども、中国電力最後まで諦めてない、山口県もその後押しをするんだ、国もその後押しをするんだということがね、この前の延長のね、結構の中で表れてきてます。で、これをね、正式に白紙撤回させる運動をね、これからもまた大きく展開していかなきゃいけません。その時にね、こういうね、やっぱり本当に歴史的なね、私もね、弁護士も35年くらいやってるんですけどもね、損害賠償請求されてね、請求放棄するっていう和解がね、
判決じゃなくて和解がまとまったなんて初めての経験ですよ。こういう歴史的成果の上に立ってね、もう一回り頑張っていきましょう。最後に4人の方にもう一回大きな拍手を。それでは今の報告、勝利宣言も受けて、被告の方から一人ずつ、発言をしてもらおうと思います。まずは島民の会代表の清水さんからよろしくお願いします。どうもありがとうございました。最初の方は30年ぶりに花束をもらって感激してから本当ちょっとあれですけど、本当皆さんのおかげ、ご支援のおかげで今日の日が迎えられたことを本当にありがたく思っています。ありがとうございます。ちょっとやっぱりですね、まさか勝てるというか、こういう結果になるとは思ってなかったです。もう4人でどうせ4800万円払えんのじゃけ、ああどうにかなるだろうぐらいで、弁護士の先生にはあれは本当に払わないけんのでしょうかとか、そういう話をもう6年前にはしてました。まあそのところがですね、本当毎回こうして、来ていただいて、ちょっとこれはちょっといい結果が出るのではないかなというように本当に思い出しました。考え出してきました。本当に、ありがたく思っています。今日この結果をですね、踏まえて本当これからがまた今言われたように国も県も中国電力も決して亀梨原発は諦めてないですから、もう白紙撤回するまで本当にこれから皆さんと一緒に頑張って亀梨原発を潰していきたい、そういう方に頭を切り替えてそれに専念して頑張っていきたいと思いますので、これからも一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。それでは、上司の橋本さん、先ほどちょっと目が潤んでいたところを初めて見ました。橋本さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。こんな何かずっと支援いただいて本当にありがとうございました。皆さんのこの支えがなかったら今日こういった会は開かれていないと思います。これからは本当、県知事がああいう免許を出したんですけど、これからもっともっと気を引き締めて皆さんと共に戦っていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。こんにちは。まずは支援者の皆さん本当にありがとうございます。そして弁護団の皆さん長きにわたり本当にありがとうございました。花束をねいただいて言わないでしょ。あまりね僕はねけなされてけなされて伸びるタイプなんで、あんなに褒められるとちょっとなんかね緊張してしまうんですけれども、ありがとうございました。本当逆に本当に僕は、ね、こちらからありがとうございましたと言いたいです。本当にありがとうございました。そうですね、今回の和解については本当に満点の、ね、和解内容だったと思います。で、それながらもね8月4日に、山口県の方が埋め立て免許を出すというね、本当に僕もびっくりした、免許、継続だったんですけども、その中でね僕自身もこのまま和解してもいいものだろうかとすごく悩みました。普段はね
根拠のない自信でガンガン言ってるんですけど、今回ばかりはね、なんか根拠のない、ま、魔界内はすごく完璧なんですけども、何か根拠ないんだけども不安がね、もたげてきて、このまま言っていいんだろうかという思いが正直ありました。でこういった思いにもね、この弁護団の皆さんがもう個別に対応してくれて、いろんな話を投げかけて、そして、答えていただきました。その中でね、もう問題ないという判断で、今回和解に、なることにできました。そうですね、まあ今回ね、我々についてた足かせというものは外れたんですけども、さっき皆さん言われているように完全にね、今はね、まだ押し込まれてます、ね、これから本当にどうなるかわからないです、ね、国のエネルギー政策、これから、ね、再稼働が進み、もしくは裁判が止まる、鹿児島も止まる、そうしたら過密いるんじゃないかと、そういう議論必ずなります。3年以内は多分なると思います、ね、原発自体がもう仮に立たないとしても、彼ら埋め立ても絶対やってくると思いますよ。もう各地の原発見たらね、何も使ってない埋め立てたくさんあるし、ね、少しでもお金になることは埋め立てでもやろうというのはもう彼らの、ことなんで、まあ、岩島の人も僕もそうなんですけども、原発立たなくても埋め立てがやられたらもう困るんですね。埋め立てを絶対止めないといけないということが、非常に強い思いがありますので、これからはね、ちょっと正直僕もこの免許が出るまではもう大丈夫だろうという思いが正直あったんです。ただこれからはもう攻めないといけないんじゃないかなと。岩島頑張れとか、何が頑張れではなく、俺頑張れよと、俺が頑張るんだと、俺が何をするのか、俺が 何を立ち上がってできるのかということを考えてやらないといけないと思ってます。まあそういう動きがね、もういろんなところで起きればもう収拾つかないですよね。こういったスラップみたいに中心メンバーだけ押さえればいいという話じゃなくなってくる。そういう動きが起きたこそ、起きた時こそね、埋め立てが終わるし、原発も終わっていくんじゃないかなと思います、ね、そういったことをこれから頑張っていきたいと思います。本当に今日はどうもありがとうございました。4人支えてくださって本当にありがとうございました。これから、被告4人と弁護団と共にこの裁判に向けて戦ってくださって本当にありがとうございました。僕たち4人のこの、4800万円本当に多額な損害賠償請求で、こんなの絶対に払うことはできない金額です。でもこの金額を全額放棄させて、この裁判自体、まあ、僕たち の足かせも今日なくなりましたし、これまで以上にやっぱり現地で僕たちができることっていうのをしっかりと見極めながら、法律を守りながら、当たり前の、まあ、僕たちの生活や暮らしや命を守っていくために、あの場所で一歩も引かない、本当そういう反対運動をこれからはしっかりと続けていきたいなと思います。本当に自分たちで萎縮したりとか、こんな裁判されてしまうとかっていうことで弱気になってしまったら、僕らの権利って絶対に勝ち取れないと思います。そうやって先輩たちや本当に血と汗と涙を流しながら、戦って、この日本って今自由を僕たちまだ掴んでると思うんです。その自由を手放しちゃいけないなと思いますし、このスラップ訴訟の今日の判決というのはその大きな第一歩だと思います。これをバネに本当にこれから日本各地でスラップで苦しんでいる人たちもたくさんいますし、今市民側がだいぶスラップで負けてしまっている現状もあります。でそういう現状の中の一つの光として、僕たちもこれからスラップでさらに苦しむ人がいないように頑張っていきたいと思います。本当にスラップって相当苦しいのは苦しいです。だから二度と誰にもこういう思いをさせたくないというふうに思いますし、やっぱり上関原発っていうのは本当に原発反対っていうことよりも、まず自分たちの生活とか暮らしを守るのが僕らの、やってきたことです。だからそれは当たり前に権力によって潰されるものでもないし、現地ではもうお金とそれから暴力と、そしてこうやって司法、最後は司法も使って中国電力は住民の人たちを押さえつけようとやってきましたが、僕たちはどこにも屈してません。この勢いをやっぱりこれから原発を一刻も早く白紙撤回にする力に変えて、で今後は頑張ってより皆さんと一緒になって頑張っていきたいと思いますので、これからも一緒に戦いましょう。ありがとうございました。